ペケタン、フィッシャーズやめて名称に入らないか。どうも、名称のレイです。ハルキです。モセです。モチです。ということでね、はい、ちょっとペケタンが、はい、ちょっとフィッシャーズで不祥事を起こしてしまって、はい、フィッシャーズを追い出されそうになっちゃってるんですよね。そうですね。あらー、そう、先輩だからやっぱり、うん、YouTube もね、ずっとやってきて、うん、すごいやつがちょっと浮いてると。はいはいはい、確かにな、今ちょっとな、怪しいよな、うん、引き抜いちゃおうよ。スカウトする？いや確かに加入したらだってもうグイグイ。フィッシャーズ7人でしょ、うん、でまあ700万人ぐらいいるじゃん、うん、100万人くるとやばすごい人気すごいよ、ね、本当に、うん、すごい。めちゃめちゃツイッターで見るもん。ペケタンのツイートめちゃめちゃ流れて、あ、すげえ人気なんだな、ね。パコタンおいおい早いよ先輩先輩ごめんごめん。ペケタン3ね。ペケタンさん、ペケタンさん、そうだね、ペケさん、ペケさん、ペケの部分抽出しちゃダメだよ。リコちゃん、なんですかそれで。だからそう、ペケタンを誘いたいということで、3人にペケタンを誘うためのペケタンに向けた、うん、プレゼンを持ってきたんで、はい、これをペケタンに見てもらって、名称いいな、入ろうかなと思ってもらえるようにね、はい、プレゼンしていきます。はい、というわけで今回はペケタンを名称に誘っていきたいと思います。やっていきましょう。おい！何この動画。ペケタンめっちゃ頑張っていきたいと思います。友達みたい。じゃあ僕から。はい。お互いに分からないことが多いと思うんですよ。で、なんか実際にそのペケタンが加入したら、まあ、どうなるのかっていうのもね、分かんないかなと思ったので、あー、むちゅちゅちゅ。おい！おい！はい、まずこちらです。あのペケタンさんが加入した場合、まあ、こんな感じになりますよっていう顔が死にすぎて最後やんお前切れちゃう参考画像を持ってきました。最悪だよ。最悪だなるほど。あ、でもいいじゃん、はい、いいね、馴染んで結構馴染んでますよね、うん、まあ、髪の毛の感じとかも、うん、メンバーカラーもグリーンということで、ね、結構バランスよく、うん、確かに結構いいですよね。いいじゃん。いいですね。もうこれでもうお互いに、あ、入ったらこんな感じになるんだっていう風にね、まあイメージしやすいと思うので不安要素がなくなると思うんです。確かに。で、まあ一応ですね、そのSNS も大事かなと思いまして、うん、おー、なるほど。おー、まあ、こんな感じですね。いいね。すごい。フィッシャーズを脱退して名称未設定に加入しました。新たな仲間と見かけていこうと思います。めっちゃいいやん。すごい、登録者多い。公式マークも引き継いでもらって、おー、すごい。でもアットマークも変えてもらって、アンタイトルの手ここ2枚の画像でございました。はい、いいね。これ最初に持ってきちゃうか。次僕いきます。はい、はい。ペケタンの実用性会社やん。まずペケタンと確かに確かにそこ大事。ペケタンとは何だと。ペケタン3ね。ペケタン3とは何とは、うん、コメテッドという名でニコニコ動画でカバー楽曲投稿しているっていう一面も持ち合わせ。普通に歌クソうまいよね。うまいです、まあ、うまい、ね、うまいです。ツイッターって卑猥な投稿経験あまあまあなんかありましたね、一時期ね。まあこういうね、視聴者をこうドキドキさせてくれるようなまあ演出ができるっていう。確かに。そしてまず名称が欲しい人材ってなんだろう。僕一つだと思ってます。お、こちら、ぶっ飛んでいる強キャラ。間違いないね。確かにね。確かに。そしてここでペケタンの、あ、ペケタンさんの異常性について悪いよ異常性をちょっとをちょっと知ることで、いかに強キャラかっていうところをね、ちょっと見てみたい。ぶっ飛んでなきゃダメだから。まず一つ目、ツイッターにて年越しセックスで、まあこれを見た時にね、僕はこう思いました。はい、あれ、ペケタン欲しいかも。ペケタン欲しいな。ペケタン入ったらどうなんの。おー、大事ですよ、僕から。動画の中にボケが増えることにより面白いところが増える。はいはいはい、いいね、いいね。グループの中に新しい風が吹く。おー、まあ、そうですね。そして最後、女の落とし方を教えてもらえるっていう。まあモテますからね。そう、モテるんですよ、モテ、ね、てるからこその事件だからね。そうだね、うん、
で僕たちはね、まあ、一応彼女がいないんですね、うん、やっぱそんな僕たちにやっぱり女の落とし方っていうのを、まあ、伝授してもらって、まあ、今後はねよりいい人間関係を築きたいなっていう、はい、なるほど、はい、ことでございます。いい、ね、ぜひ名称未設定にお越しください。ご清聴ありがとうございました。いいね、いい。まあ僕のプレゼン始めたいと思います。はい、はい、テケタンここにおいでよ。おぉ勝ちだよって。まず、のせとちょっと被っちゃうんですけど、はい、フィッシャーズとしてのテケタンということで、はい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 、まあまあ、見てください。欠かせないメンバーの一人って書いてあるんですけど、大丈夫ですか、これは。で、そう、欠けそうだよっていう。それぐらい、ペケタンっていう、まあ、人間は重要なんだよっていう。うん、そうだね。で、まあ、過去の事例としまして、まあ、元フィッシャーズのメンバー、ダイブが、はい、ダイブさんが、メンバー内での禁止事項を破ったという理由で、まあ、この度メンバーを抜けることになりましたっていう動画によって、2015年の10月に脱退しました。うん、はい。これ、真ん中にペケタンさんいますね。メインだね。まあ、このことを踏まえて、まあ、ベケタンが脱退したとかっていう場合、雑こらすぎるだろ。雑こらすぎるだろ。一人だけなんか見ない。ちょ決めてる。今日キャラだな。でね、ベケタンが入ることでの名称の方針、はいはい、ベケタンのコネを使いウームに加入、おでベケタンのコネを使い US に出演しておー、いるいるいる、すごい。おペケタいないの？ほんとだ、ペケタいない。こっちに。まあ、ということでね。はい。まあ、こちらみんなで YouTube ドリームをつかもう。はいはい。ほう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 。まあ、ということでちょっと終わっちゃうんですけど。おぉ、ごめんなさい、ちょっとね。オチがちょっと微妙になっちゃったんですけど。はい。まあまあまあ、こう、ウームに入れたり、まあ、UFES に出演できたりするんじゃねえかっていう。うん、まあそうだよね。確かにな。ペケさんももう一回出れるし。ペケさん。確かに確かに。そうそうそう、出れるんですよ。素晴らしい。総括をお願いします。総括、はい、まあ多分でもこの動画多分見てもらったら多分連絡来るから入りたい気持ちは結構高まってると思うから、うん、まあこの動画見てたらもしよかったら名称に加入お願いします。お願いします。お願いします。